ソフィストは、紀元前5世紀頃、すなわちペルシア戦争後からペロポネソス戦争頃にかけて、主にギリシアのアテナイを中心に活動した金銭を受け取って、徳を教えるとされた弁論家、教育家の総称。ギリシア語に忠実な読みはソピステースである。語源としては、賢くするを意味する動詞、ソピゾーから作られた名詞であり、賢くする人。 サトシが働くようにしてくれる人、教えてくれる人といった意味がある。代表的なソフィストに、プロタゴラス、ヒッピアス、ゴルギアス、プロディコスがいる。彼らの同時大臣に、ソクラテスがいる。ソロンの立法、クレーステネスの改革を経て、アテナイには民主性が形成される。この世界史に初めて登場する民主性は、従来の有力。 富裕士族による独裁を防ぎ、選挙、抽選によって国民のほとんどすべてが政治に関わることを可能とした。しかし、ペロポネソス戦争の頃から冷静に政治的判断を行うべき、評議会はその機能を失う。評議会には説得力のある雄弁を用いて言論を支配するデマゴーグが現れるようになり、戦争期の興奮の中、 デマゴーグの誘導によって国策が決められるようになってしまった。そのような社会状況の中で政治的成功を望む人間は大衆に自己の主張を信じさせる能力を必要とした。そのためには自信たっぷりに物事を語ることで人々を納得させ指示を取り付けるものとしてのアジ術の習得が必須であった。ここに大金を出して雄弁の技術を身につけようとするものと それを教えるとするソフィストの関係が成り立つこととなった。ソフィストという名は、当時からすでに悪い意味で通用することが多かった。彼らが金銭と引き換えに徳を教えるとしていたことから、家柄に見合う立派な人柄に子供を育てたいと考える富裕な人々が主にその商売相手になっていたことや、目に見えない論理の力で無理やりに相手を打ち負かす気弁の方法を、 教えているという噂が大衆の反発を買ったことは当然であると言える。しかしながら重要なのは、ソフィストはその思想内容によって区別されるものではないということである。彼らが相対主義者、もしくは危険思想の持ち主であるという偏見は、プラトンの対話編、ゴルギアス、国家の登場人物であるカリクレスやトラシマコスなどの ソフィストのイメージに由来するものだと考えられる。しかし、現実に、彼らがソフィストであったという確証はなく、知られている断片の内容も、相対主義を積極的に唱えたというよりは、世間の常識を彼らの流儀で強弁したものに過ぎない。彼らが、相対主義者として、際立つのは、ソフィストをただ相手を説得する手札に引い出たものとして、定義し、 哲学者との区別を強調したソクラテスが存在するためである。言論を用いた問答協議の方法に過ぎなかった弁証法を無知の知の自覚のために用い、真理の探求に向かわせるというソクラテスとの対比によってソフィストは批判対象となった。つまり、ソフィストが徳を教えると言いながら、徳が一体何であるかを問題にすることがなかったこと、すなわち、 徳とは何かがわからないのに、それを教えることができると称してお金を取り、徳のようなものとして、ソフィスト自身の思想等を教えていたことが、初めて批判されることになったのである。また、ソフィストを危険思想の持ち主であるとする偏見と、対応するように、ソクラテスを既存の道徳の擁護者であるとする見方も、存在するが、これも極端な図式化である。しかし、 ソーシャリストソーシャリズムなどに対応する後、ソフィズムには、奇弁の意味しかない。ソフィストイコール、奇弁屋というシンプルな理解も十分合理的だろう。畑野聖一は、社会生活から乖離する傾向を有していた古代、ギリシアの学問を社会生活へと結びつけ、その知識を普及させたことが、ソフィストの挙げた、学術文化史上の普及の大業績であると述べている。 従来、古代ギリシアの学問は、刑事上学と自然学に集中していたが、弁説で他者の心を動かす必要に迫られた、ソフィストは人間の真理の考察を自力で行わざるを得なかった。その考察の中で、ソフィストは諸説を検討することになったが、相互に相入れないこともある諸説の統合は容易ではなかった。また、実際の政治生活では、正反対の主張が、 同時に唱えられ、そのそれぞれに最もな理屈の裏付けがあるという事態に遭遇することもあった。そうした経験もあって、ソフィストは認識論において、会議論を主張するに至った。それこそがソフィストの学問的功績である。しかし、プロタゴラスにおいては、真剣な学問だった会議論も現実の生活に応用された途端に、悪しき会議論に転落し、 どんな説でも人を説得すれば、それで良いという考えを導くに至った。その結果、古代ギリシアの社会秩序が大きく由来だというのが、ハタノのソフィスト評価である。以上のような前後世紀のソフィストから派生して、ローマ帝国期の弁論家の一部も、ソフィストと呼ばれることがある。明確な範囲は決まっていないが、主にピロストラトスのソフィスト列伝に挙げられるところの、 由緒正しいアッティカ方言のギリシア語を駆使する1世紀から3世紀の弁論家たちを指す。現代の西洋古典学においては、第二次ソフィスト市長、第二次ソフィスト運動等と呼ばれ、1970年代頃から研究対象とみなされ始め、2000年代頃から積極的に研究されるようになった。主な人物にアプレウス、ルキアノス、ディオンクリュソスと アリステデス、ポリデウケス、リバニオスがいる。ありがとうございます。